市議会議員の川口浩です。質問の話をさせていただきましたが、3問目の質問のことを少し話させていただきます。財政運営についてを質問に挙げさせていただきました。いろんな長期見通しをする中で福岡市、大変古くなった建物が多い、学校もそうなんですが、市営住宅の建て替えもあれば、目立つところでは、市民会館や宮殿記念体育館も、もう使えないぐらいな状況、あと何年使えるかなというところまで来てますし、博多のにあります、市の体育館もですね、もう30数年になります。今後そういった市民が利用する施設の建て替え、近くでは少年文化科学会館も出ました。これもですね、建て替えがあります。そういった中でいろいろな計画が、約600億ぐらい建て替えや修繕がいるよ、しかし400億ぐらいしか見込めないんじゃないか、メリハリをつけて何かを減らし重点配分していくという取り組み、市長は観光等に今力を入れておりますが、そこだけでは財政は回りません。今からの財政、今後財政運営のですね、基礎資料を作り変えるということで、市の財政の見直し、今後どうしていくかというのを今から手がけますが、その中でですね、しっかりといろんな案を出して、下水道事業に200億を超えるお金も、これは川の整備とかが入ってますし、私は市営住宅の建て替えも丸々建て替えるよりも減らして、逆に民間を借りて民間で運営してもらうような取り組みも検討しなければいけませんし、やはり減らす部分も考えざるを得ないところに来ているのかなと、合理化も進めなければなりません。そういった中でちょっと懸念がありますのが、市の方が高島市政になって警察 OB の方をたくさん入れてます。今年だけでも、何人もですね、増やして72人だったと思います。去年までが64か5だったと思うんですが、そういった OB の雇うのもいいんですが、どういう資格でやってるのか分かりませんが、指導的役割では雇っていただきたいし、制服を着てですね、モデル的にいろいろ指導いただくというのはいいんですが、デスクワークはいらないかなと。また、実務の警備に当たるのであれば民間の警備会社を活用するのもあると思います。そういったのが表に出ないまま、どこも人員減や、予算の減と強いられる中、警察 OB だけが増えていくというのの説明がなされてないんじゃないかなと、私もなんでという疑問を持ってます。これをちょうど情報誌の方から情報をいただきましたので、しっかりですね、取り組んで、やはりみんなが、同じ方向を向いて、必要なものは必要できちんと説明をしなければ、信頼というか、いろいろなところに歪みが出るんじゃないかな、そういったところからやはり日常の飲酒運転が減らないとかですね、コンプライアンスがうまくいかないところもつながるんじゃないかな、やはりしっかりと、新しくやる施策には十分な説明もいりますし、そういったものが少し弱いのかなと思っております。議会は当然いろんなものをチェックして声を出していくべきだとも思います。この点、今回は行財政をどういうスタンスで市長を取り組むのかという質問にとどめますが、また、決算予算の時に、しっかりと将来の今この税金の中でどうやってどういうものを見直し、どういったところに重点配分し、暮らしやすい効果にするのかというのをですね、また、こういう機会を通じて、ご報告させていただきたいと思います。